ホークスは週末、西武とのクライマックスシリーズファーストステージに臨みました。キャプテン柳田選手の大活躍で連勝を収め、ファイナルステージ進出です。先に2勝した方がファイナル進出を決めるクライマックスシリーズファーストステージ。初戦の先発を託されたエース千賀は、西武の主砲山川から空振り三振を奪うなど完璧な立ち上がりを披露します。一方、打線は3回ワンアウト2塁1塁とし、1番三森。西武のエース高橋光成から先制点をもぎ取ると、なおもランナー2人を置いてキャプテン柳田。インコース打ちました、すくい上げた、右中間高く上がった打球、ライトセンター追っていく打球はテラスに入った。スリーランホームランでリードを広げます。ところが5回、エラーなどで西武に2点を奪われると、6回には千賀がソロホームランを打たれ1点差に詰め寄られます。それでもその裏、満塁のチャンスを作り8番周東。貴重なタイムリーを放ち西武を突き放します。援護をもらった千賀はその後は得点を許さず、気迫のこもったピッチングでチームを勝利に導きました。エースの力投に対しキャプテンは、4点で十分かなと思いました。1個勝って次のステージにみんなが進んでくれると思うので、僕も皆さんと一緒に応援します。ありがとうございました。そして昨日の第2戦、引き分け以上でファイナルステージ進出が決まるホークスは3回、この日34歳の誕生日を迎えた柳田。2試合連続の一発はチームを勢いづける満塁ホームラン。キャプテンのバースデーアーチで先制します。4回にはキャッチャーの甲斐がタイムリー、リードを5点に広げると、7回には三森、牧原大成、打線がつながり西武を突き放します。投げては先発の東浜がランナーを出しながらも粘りのピッチングで5回1失点試合の流れを作ると、後を受けたリリーフ陣もリードを守りきり8対2で勝利、ファイナルステージ進出を決めました。いざ大阪へ出陣、ホークス日本一だ。次のステージもね、勝って日本シリーズに行きたいと思います。オリックスとのファイナルステージは敵地京セラドームで明後日水曜日から行われます。いや、もう柳田選手がすごい、本当に、34歳のバースデーアーチ、それが満塁ホームラン、はい、もうファーストステージ7点ですか、一人でもう大活躍でしたよね。神がかっていますよね。体力面はもちろんですけれども、精神面も非常に安定しているということでしょうね。そういったこうキャプテンの充実感というのは感じますよね。2戦ともに打っちゃうというところもですし、軽いスイングで入っちゃうんですよね。それが柳田選手のすごいところだなと思います。体勢崩されてもやっぱりホームランになるのはすごいなと思います。そして10月の1日、山川選手にサヨナラホームランを打たれた悔しい思いをした藤井投手、もうあのゲームは引き分け以上でもリーグ優勝というところで、で思い切りホームラン打たれて本当に悔しかったと思うんですが、昨日はリベンジのピッチングですから、ファイナルステージもね、頼もしいですよね。悔し涙が本当に喜びに変わって、さらに自信につながったでしょうね。何かこうメンタルの立て直しは万全だよっていう感じがね、感じましたよね。負けるかっていう思いも伝わってきましたし、あと海野選手と2人泣いてた姿が忘れられないんですよ。そこからのリベンジということで嬉しいですね。2人とも2軍でも、一生懸命一緒にやってましたからね。さあ、日本シリーズ進出の条件です。ファイナルステージは先に4勝したチームが日本シリーズの出場権を手にしますが、優勝したオリックスに1勝のアドバンテージがあります。熾烈な戦いはまだまだ続きますが、なんとか日本シリーズに進出してほしいと思います。